はいどうも、浦平です。よろしくお願いします。はい、本日は爽やかなものが届きました。はい、僕もね、待ち望んでいたものが、ついに、届いて僕の手に、今、左手にはめております。それが、はい、こちらです。はい。DiO のキャッチャーミットが届きました。ドンドンパンパフ。はい、こちらですね。去年、モンタナさんで、DiO が始まったよっていう、取り扱い始まったよっていう時に、注文させていただいた、キャッチャーミットになります。ですいません、ちょっとね、いろいろと緊急事態がありまして、昨日ちょっと使っちゃってるんで砂ぼこり、もうついちゃってはいるんですけども、逆に言うと使える状態までなっている、ようなキャッチャーミットとなっています。これは僕の方で芋みプロティオス片付けをして、でモンタナさんでスチームをお借りして入れて叩いて、でもうこんな感じですね。片付けとしてはもうある程度仕上がっているような感じとなっております。配色がサックスオレンジとサックス、なんかどっかで見たことある配色ですよね。はい、僕のトレジャーのグローブと同じ配色をしております。なのでね、兄弟ミットグローブといったところで、全く同じような配色で、作らせていただきました。革質がDiOレザーを使っております。なのでね、ちょっとしっとり系ではあるんですけども、しなやかとした感じのキャッチャーミットです。で、特徴、僕がもう本当にずっと言っておりました。親指の芯部分をめちゃくちゃ薄くしてもらいました。浅いミットを作ってもらいたかったので、ここの土手の部分のヒンジが2本の浅い仕様となっているんですが、普通浅いミットでね、ここの2本の仕様ってなるとウェブのところプレートが入っていて、ここがね、今4本つなぎなんですけれども、ここが普通で3本つなぎだったり2本つなぎだったりするのが普通なんですけれども、ここに関してはあえて深い仕様で、作ってもらっています。なのでね、DiO さんにもう型紙から新しく作ってもらったみたいな、感じで言っていたので、浅いんだけれども深くも使えるっていうような、元は浅いです、元は浅いんですけども、深くね、こうやってやると深くしっかりと、使えるような、キャッチャーミットの型をしております。型紙から作ってもらったので、新開発していただいたので、そういった点ではちょっと1年ぐらいかかってしまいましたが、こういったちょっと今までにないような型のミットっていう場合で、ちょっとね、気になるって方はちょっとDiOさんにご連絡してみてもいいんじゃないかなというふうに思っております。型で言ったら上野選手モデルに近いのかな、近さで言ったら上野選手モデル、確かね、ここ2本でこっちがこういうタイプの、ウェブだったので、型としては梅野選手モデルに近いんですが、多分梅野選手モデルよりかは浅いと思います。ちょっと浅めかなといったような感じで、ちょっとキャッチボールで、補給感等々を確かめて、皆さんにお伝えしていければなと思います。それではやっていきます。はい、じゃあ取っていきます。僕にが効いてそうですね、ポケットとしてはウェブよりほんのちょっと下のところを重点的に叩かせていただきました。本来やったらですよ、ここで取れれば一番いい音が鳴ったりとか、一番ピタッとはまるはずなので、ここでたくさん叩いて作っております。軽いんで、バシッとこっちでもこっちでも持ってきやすいミット自体をで、低めのボールとかも、昨日ね、落ちるストレートで有名なヒロト君とバッテリーを組んでいたんですけれども、低めのボール結構ヒロトのね、落ちてくるので大変なんですけれども、そこも大丈夫だったよね。なんでちょっと水のプロのミット、叫び買って、あれも親指薄くはなったとはいえ、あれよりかも全然薄いので、低めのボールに関してはちょっとこっちの方が取りやすいかなといったような感じです。ちょっと待って、3オイル落ちる、冷たい、耳入ったありがとうございます。はい、まだね、でも叩いたとはいえ、ちょっとカメラのポケットへの形状記憶はまだ済んでないかなっていうような感じなので、そこに関してはね、たくさんもっと取っていかないといけないのかなと思います。こっちは縦だから、浅いミットって縦取りすごい難しいイメージあると思うんですけど、こっちの場合だったら全然縦取りでももういけるかなっていうような。高いよね。ちょっとね、一応まあ自分のキャッチング技術もあるんですけども、ウェブちょい下ぐらいにも、まあ、普通にポン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 叩いて、ポケットの方は作っております。もう取れるね。 OK。 そう、ちょっと翔平さん受けてみてよこれ。はい、パー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 。ごめん、バタヘ危ない近いバッカこんなこの野郎って言いかけちゃったね。打席立つぞ。受けてほしいんだこれ。あ、そういうこと。あ、打席立ってほしいって言うか。受けてほしい。うん、いいよっつってね。打席立ってほしい。あ、オールスターモデル間違えて2個注文したようですはいや。おお。DiOミット、翔平さんの持ってるDiOミットとは全然違うでしょ。違う違う。いいね。どちらかというと多分カムイに近いと思う。うん。すごい薄いな。そう、薄いから一応皮としては公式用なんだけど、多分めちゃくちゃDiOさんついてくれてる。どこが一番いいんだろう。ウェブちょい下あたり。ああ。いいな、痛いけど出てるけど。でそこは多分もうちょっとやっぱり受けていかないと、叩くだけじゃなくて。あ、いいね。あ、両平サイズなんだろうなって感じ。オッケー、じゃあラスト数球。オッケー。はい、ということで今ね、こちらDiOミットを、使ってきましたが、もうねすでに実践デビューも、していますけれども、もうちょっと育成が必要かなっていうところはありますので、どんどん、育てていって、自分のDiOミットに、していこうと思います。逆にね、一応まあ多分公式、仕様なはずなので、公式の球を取ってみた時に、どうなるのかっていうのもちょっとね、していけたらななんて思っているので、そちらの方もぜひ楽しみにしていてください。はい、ということでDiOさんのね、インスタだったり YouTube、各種リンクは概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いします。はい、ということで本日はこちらのDiOさんの私キャッチャーミットを紹介させていただきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではお願いします。皆さんありがとうございます。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではおいしょー。翔平 TV2022 年 T シャツ販売1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。